彼が来る。ノア、君にまた会えますね。ようこそダークオークションへ。命を懸けた落札の先に真実はあるのです。さあ、オークションのスタートです。俺は知りたい。俺の知らない親父の真実を。僕は参加者同士の交流など全く期待していないので、そのつもりで。どうしておじい様はこんなオークションに私を参加させたの？このオークションは嫌いじゃない。楽しみはつかみ取らなきゃいけないから。このオークションの参加者は俺以外誰も信用するな。ちょっと面白そうね。私の退屈満たしてくれそうじゃない？今度こそ全てを明らかにしてみせる。忘れてはならない過去に隠された歴史の新事実を今こそ明らかにしようとしているのです。嘘をつかない人間なんていません。あなたもそれをご存知でしょう。